愛称が手にせー御影高校75回生の皆さん、こんにちは。ソーヤンゲームズでした。しゃあやってきたね、100枚届けたい。へーゴーゴースタートってことで、本日もやっていきましょう。過去最大の応募数、そして過去最高に当たる気がする、論文も出ておりましたからね。はい、もうどうなるか分かりません、皆さん。ここまで来るとどうなるか分かりません。ひたすら、頑張ってきます。多分今日はなんか当たる気がする。少しだけ当たる気がしてならないサワーです。サワーでございます。当たる気がしております。前何持ってるか知らないから、もうキノコ使って前行っちゃう。ちょっと前詰めてくる。悪い字結構ね、うまそうな悪い字多いんだよね今日。うまそうな悪い字がうじゃうじゃいる感じがしてて。オップでシングル取ってダブル、お前取り損ねんだよお前。 GTR ジーク、あの人絶対強いの。見たことある、あの人見たことあるんだよね。さあジャンピングアクション、ジャンピングアクション。さあ丁寧にまずは用意をキープ。後ろキノコ、うん大丈夫だ。申し分ない走りをしてる。ジャンピングアクション、ジャンピングアクション。インさして吸わせたい。バックスだ。誰かしら当たんないから、これちょっと一回防御固めでいきたいから、防御固めでいきたいから一旦このままキープ。メダル取れないんだよ全然。当たんだよね。オッケーです。ごめんね、吸っちゃって遅かったね、ごめんなさいね。ピュー、高速緑当たってないか。さあただ誰かが食らってたね。オッケー、トゲ、うわ、やり合ってる。素晴らしいやり合い。待って、ブーメラン持ってないそれ。前投げてね。で、キロ、やばすぎそのお父さん。リカバリー切る。オッケー。これ熱いんじゃない。ジャンピングアクション、ジャンピングアクション。オッケー。2位まで来た。なんかに。俺じゃない。それ俺じゃない。オッケー。クラクション引いてる。迷う。使うか迷うが、使います。強気の使いで、オッケー。ちょ、2位でいいから、2位でもいいと思う。これ1位の人、多分相当早いから、メダル1枚取って、もう1回時行ったらワンチャンある。ちょ、防御固めで2位をキープする意味。うわ、待って、やばい。これ置いとこう。食らってるね、多分。食らってます。ナイスです。ナイスボムでした、今の。さあ、ダブライ取って、まあ、これは2位は逃がすんだけど、オッケー、まあいいでしょう。これちょっと、このままキープ。あがこれ来る可能性もあるから。そのバナナやばすぎ。2位!OK です !OK! ナイス !2 位でございます。よし、うん、手堅く2位いただきました。この GTR ジークさんめちゃめちゃ強い人だから、俺見たことあるランキングなんか何回か載ってる。2位獲得でございます。第2レース行きましょう。しゃあ、はい、ということで第2レースはネオクーツーパーシティということで、ね、統計データが出てますね。やはりみんながネオクーツーパー投げてる出やすいコースではある。つまりここではもう勝たなければならない。はい。ここ。スタート。完璧なスタート。この上ないスタート決まって、アイテム行くのって、まずは、うわー、キノコ引きたかったけど、まあ、これすぐ欠乏しとこう。メダル1枚取って、2枚取って、ありがとう。シングルでいい。シングル取って、ちょっと距離を詰めていく。まあ、出れたんじゃない。うわ、出れてない。ラグい。赤ゴロいきなり投げられて、まあ、邪魔だったんだろうね。さあ、メダル1枚、2枚取って、押されるが大丈夫。耐えてる。バナ置いてくるよ。まあ、ダブル一応割っといて、これキノコ使って前出ちゃおう。で、欠乏魚。オッケー。さあ、横当てスナイプちょっと警戒。もう警戒。アイテム行こうとって、トゲ来るかもしれないから、それも警戒。OK、やり合って、もっとやり合ってほしい。メダル使って、よし。これ最強。さよなら。全員葬って、あれめちゃめちゃ強いんですよ。で、こうちゃんとブレーキ踏みながら、スプラトゥーンは分かってる。分かりきってる。スプラトゥーン分かりきってて、ダブライト取って、オッケー、いい感じ!最高。よし、表メダル。よし。近い。赤ゴロ持ってんな、あれ。ケツボ、うわー、オッケー、あいつ赤、うわー、でもこれ最悪なタイミングだ。巻き込んで、ジャンピングアクション、これやばい時のやつ。やばい時のやつです。早くでかくなってほしい。早くでかく、やばい。後ろからそのバナー吸ったら終わる。ダブルは取れそう。ダブル取って OK。 ナイスキノコ。やばい。前やれ。絶対吸っちゃいけない。何があっても絶対に吸ってはいけない。リカバリーキノコまだある。まだ落ち着いてる。俺めちゃめちゃ落ち着いてるから。みんなが何と言うと、俺めちゃめちゃキノコあるよ。
大丈夫、ちゃんと上位入るから、ちゃんと上位入るから、ちゃんと上位入るから。うわあ、危ねえ。はい、ということで第3レースはドラゴンロード。ちょっと発作が起きてしまい、深くお詫び申し上げます。発作起きます。あれはバナを食って絶望的な状況からキノコ4つ、ここ奇跡が起こってなんとかさーっと6位に返り咲いたんで、まあまだギリセーフでしょ、ギリセーフ、ギリセーフ、統計データ通り、統計データ通り、統計データ通り、基本的な数字は統計データ通り、ダブルは取れない、それはどんまい、メダルは取りたい、風ももらってちょっとブレーキを見ながらインコースがっつり刺して、メダル誰も取りに行かない。なるほど、結構攻める意識強いね。うわ、アイテム1個取って、赤コーラ前はなんだ、うわわ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 わ、落ち着く、落ち着く、落ち着いて、なんとか今ナスやめろお前、ま、赤赤赤、譲る譲る譲る、羽生譲るして、羽生譲るをして、譲って、譲り譲りして、ゆずぽんして、ポンポン、ゆずぽん、ポンポコポン、さあ、ダブル取れる、オッケー、ダブル俺が取って、ごちそうさま。あー素晴らしい、あ強い、あ前も君それそれ良くないんで、まだもうちょい目立たせない、もうどうせ荒れるから、どうせ荒れるんで、どうせ荒れるから、そうだから、これがさ最近悩み、すぐこれはこうこうなって、で俺の方が早く、早い早いね、でダブルで取るじゃん、オッケー、ジャンピングし、はい、はい、どうし、う強くね、そう赤ゴロ投げてくんないと俺前行けないんだよ、赤ゴロ投げてくんないと俺前行けないんだよ、でこれ絶対誰か吸うから、さあ風もらうが最悪なんだよ、待ってパックンがいる、パツくんがいる、さあアイテム行くことってまだあるね、また赤ゴロで前、ねえそれちょっとまずい、本当に投げろよ早く、引かれる、大丈夫、リカバリーキノコして、まだキノコあるよ、このキノコ何がなっても絶対温存、何があっても絶対温存キノコ、これ終了です。皆さんこれは、はい、ごめんなさい、これは無理です、これは僕のせいではございません、はい、これ終了、さよなら全員、本日100マイトルが、はい、終わりでございます。もう悔しくも何ともありません。もうここまで来ると。あんなはね、もうね、悔しくも何ともないです。うん。あんなとこでサンダー振ったら誰も勝てません。ここ日本代表でも勝てません。スタート。うん。俺だって2位で最後キノコ1つ持って、最後ショート化して、勝ち筋残したにもかかわらず、ああなりました。そしてベビーパーク。今日嫌な予感がするね。今日はすごく嫌な予感がします。すごく嫌な予感しかしません。本日。皆さんもするでしょう。きっと。俺はもうしてるよ、してならない、してならないです。さあまずちょっとメダルをしっかり回収しながら、さあ今だ12なんだよね、まあこうやって使ってみるか、さあダル交換して OK、 スタート木の位置か、これいい感じ運搬していきたいんだけど、いい感じ運搬していきたいんだけど、ここら辺でちょっとワンチャンない、雷、さあトゲもいったじゃん、はい完璧、完璧な読みです、完璧な読みが炸裂して、ねえなんで、防御、防御早くよこせ、早く防御よこせ、奇跡、ボムだぞ、ボム投げといて、めっちゃ防いでんだけど、めっちゃが来るんだよね、無理です、この部屋やばすぎる、この部屋やばすぎる、このね、テンセ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 ンと GTRG がこれお二人も、はい、ということで第5レースはモモカントリー、今日きついコース多くないか、なベビーパークだのモモカントリーだのさ、ちょっとやられちゃうよ、英語号さあ、ただ希望はまだ捨ててはならない、まだ希望を捨ててはならないです、なぜかというと、まあ1レースで12取っちゃったけど、まだ副賞の可能性は限りなく残ってる、それ、ま、もしかしたら誰かが12予想してたかもしれない、ゼロとは言い切れないから、
さあまずここでキノコを使ってショート化してダブライト取っていいね。でオッケーオッケー、あいつ多分アイテム取れてる、取れてるね、ちゃんとダブル取れてる、ラグだったね。まだ置いてくる可能性あるから気をつけて、ジャンピング、まあさすがに置いてこないの、俺赤コールだからさすがに置いてこないのは分かってる。さあピンク貯めていいよ、ピンクをしっかり貯めてって投げますよ、それはそれ投げてメダル取られるか。オッケー、キノコ引いた、どうしよう、いやこれはちょっとトゲ待ちできます、トゲ待ち戦法できます、無理しない、これ無理しちゃいけない、無理しちゃいけない、無理しちゃいけない、これでいい、これでいい、これトゲ待ちで、トゲ待ちで1を狙う、絶対来るから、絶対来るから、爆散狙ってくる可能性もあるけど、ここめっちゃ警戒、ここめっちゃ警戒。うわ最悪すぎる、しかも前のやつもやばい、こっちマジ怖すぎる、あいつぶっ飛ばしといて、トゲ来い、早くトゲ来い、間一髪避けてトゲ来いよ、おい、まあ、次爆殺したらマジぶっ殺すからな、ほんとにダメだ、これ追いつけない、これとりあえず消して2、あーい、では第6レースはクツバキャッスル、皆さんお気づきでしょうか、今日俺がまだ使いも1位を取っていないこと、先つかんがねマジ佐伯は立っている、うん、ゴーゴー、さあ行きましょう、スタートってことで、どうしようかな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 、ちょっとスタートちょっとミスったんだよね、まあここはちょっとイン座所テクニックで俺は前出る、申し訳ないが、申し訳ないが、イン座所テクニックで俺は前出て、出させてもらって、ジャンピングアクションで、ジャンピングアクション、これはダブルアイテム一応潰しといて、ここもメダルを2枚ちゃんと回収して、ジャンピングアクション OK、 ダブルボギーありがとうございます。さあここもちゃんとジャンピングアクション決めつつ、イン座しガッツししてワンチャン喧嘩打ってきたらすぐ緑コールをバックスナイプするぐらいの勢いで、だ1個交換できたね、ナイス、あー強い、危ない、ポン、全員さよなら、全員葬って、またお前出てきたな、お前今日なんか調子良さそうじゃん、調子良さそうじゃん、赤コール俺じゃない、さあお前キノコね、オッケー、じゃあ赤コールで縛ってあげる、赤コール、はい、さよなら、ドン、消えろ、後ろで一生キノコほじっとけ、なんだお前こいつどうなってんの、チーター、ちょっとさすがに理解できない、さすがに理解に苦しむ、さすがに散ったっしょ、よし散った散った、さすがにね、さすがに散るよ、あんだけ食らっといたら、さあただ結構離れてきたよ、結構離れてきて、ダブライトって次怖いのはトゲです、あーい、うわー、ゴミだな、今日に、でもみんな結構後ろ落とされてるっぽい、落とされてるっぽい、これちょっとね踏まれる可能性があるから一回こっちから行く、うん、踏まれる可能性がある上になんで3位になっちゃってるの、めちゃめちゃ欠防御吸ったらお前うねー、危ない、危ないね、膨らんどいて大正解、ジャンピングアクション決めたい、あなんか食らってる、あ食らっちゃってる、ダブライト、しかも2位割りねえ、またメダル台2位で、ありえない、ただ後ろ沼って、後ろ沼ってる、後ろ沼ってる間に俺はすかさず前に出続ける、あジャンプ入んだよ、ここさあメダルもう1枚取ってメダル10枚にして、これいけるんじゃない、これちょっともうオンキープで、あ俺来るから、オッケーオッケーオッケー、もうこれ勝ったっしょ、これ間違い勝った、負けるビジョンない、全くない、負けるビジョン、ここから全くないです、全くもって、なんなら最後爆殺かましてみて、はい、1位獲得した、クソ冷静、クソ冷静な1位いただきました、やはりね、クツパキャッツルはね、まあ、総力出ますからね、うん、いろいろ地獄な展開ありつつもしつかりと1位獲得、あと2レース、あーい、てこの第7レースは骨骨砂漠、ごめんなさい、ちょっとね1位をね当たり前に取ってしまって全く喜んでなかったですが、それは、その思いはねただ一つ、なぜならみんなにちゃんと100万円を、ここ届けたいから、喜んでるスタート、喜んでる場合じゃないんです、喜んでる場合じゃないんです、さあまずアイテムに戻って押されたくないんだよな、風起こせ風起こせ風起こせ、オッケー、風もらって、風もらってんのに1位出れないっていうね謎現象、さあこいつ縛いて、リンク縛いて、邪魔だから、リンク邪魔だから縛いといて、ダブル取られちゃうからシングル取って、さあ押されながらも、押されながらも耐えていく、メダルが0枚、
待って、これブーメラン来るよ。アイテムコードって、まあここはちょっと落ち着いて。うわ、あいつボン持ってる。よし、オッケーオッケー、とりあえずボムは避けた。で、メダルが0枚だからちょっとそれはまずい。で、あいつ絶対投げてくる。危ないね、見えてますよ。さあ、戻りブーメランも誰か食らってくんないかな。やれ、前やれ、やりやお前ら、やりやい。で、俺溶けますって言ったらメダル0枚なのにサイにいるって謎現象。メダル0枚でサイにいます、私。はい、最悪。まあ、どうせメダル0枚だよ、全然何も知らんもんないからいいんだけどさ。ちょっとダブル取るか。ダブル取って、やばいのがいる。待って、これこっち行きます。あっち赤さんだったから、うん、あいつと別ルート行くことによって、なになに、あ、びっくりした、そっちに、ね、OK。 ダブルライン取っていいよ。おー、怖いの引いちゃったよ、みんな。最低な気がする、最低なことが起きてる気がします。やばいです。メダル0枚で11。ただここでキラーを引いていく、ここで使う、突っ込んでくれ。ワンチャン誰か雷持ってない？止まってね、こういう人燃やす、後ろ盛大に燃やしてって。ダブル取れるよね、ダブル取って OK、 よい、キロ1。展開アイテムやばい、それ当たったら終わる。ねえ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 、ゴーイ、耐えていけ、危ない、地獄から這い上がった、耐えた、耐えました、危ないです。あーしんどい。一応全部上位は取ってるよ、12位以外は。はい、手頃で最終レースは、皆さんお待たせいたしました。奇跡を呼ぶコース、そうせーのリボンロード、ついでに高評価も教えてください。必ず1位取ります、よろしくお願いします。ここ最終レースの1位の確率はスタート非常に高いという統計データをもとに、果たしてそうなのかっていうのも確かめつつ、皆さん楽しんでいただけると嬉しいです。さあ、まずアイテム取れない、こうなるとちょっと前出づらいんで、一回メダルを集めることに意識して立ち回ることが重要、俺の経験上。危ない危ない危ない、メダルを残していただきたかったんだけど、誰も残してくれないんだよね、ひどいやつらだ、野蛮人どもが。さあ、メダル残ってない、残ってないね、とことん残ってない。まあ、ブーメランの落としたの気のせい、これまだもう一個いるんで。さあ、これ投げて、いいねいいねいいね。さあ、メダルは取れる。あ、これもう一個投げてみて、で、メダルさ、ちょっと取って、ドン、さよなら。一生後ろに沼っといてください、お願いします。はい、待って待って待って、まあ、分かったよ。一回戻りまーす、勇気の戻り、勇気の戻りかまして、大丈夫です。ここ、あの、あいつ許さない、あのバクスターマジ意味ないから、余裕だから見といて、みんな、みんな見といて、みんなマジ見といてほしい。これ使うじゃん、マジ見といてほしい。ちょっと使うタイミングマジミスったけど、ここで使う、でカメラ来る、で風もらうじゃん、風は、風は、風よこして、誰か、誰かよこせ、風、待って待って、これちょっと待って、これね、1位取れるビジョン全く見えない、正直。よかった、ミドさんで後ろバン、一人芝居て、やばすぎ、バックス出して5位でキロボ、オッケー、これがあればいける、バーよし、バーバー。はい、では第28回100万時計、私のポイント71ポイントでございました。はい、今回の100万時計杯で証明されたこと、運が7割8割ぐらい。まずドラゴンロード、あの雷無理です、あれ振ったら即終了いたします。
なんで極力ドラゴンロード投げないことをお勧めいたします。サバイ無理です。そして、奇跡を呼ぶコースリボンロード逆奇跡も存在するということを皆さん覚えておいてください。ただまあ私の、ね、アイテム回しも下手くそだったのは事実でございます。なんで、深くお詫び申し上げます。今回当選者は、すぐ今スタメル必要もございません。いませんでした。5連射当てた人が4人います。7000応募の中からもうこんな仕事でしょ。それ当たらないよ。それ当たりません。12位とか取ってね、7位とか取ったらもう本当に話になる。ただね、やはり統計で7位を一度ぐらいは取るっていうね、予想はもしかしたら正しいのかもしれない。それは正しいのかもしれない。ただまあ多分きっと当たるときはね、多分全部上位なんだよね。うん。ってことで、順位発表いきます。第1位、BBRNE さん105ポイントもございます。第1位、サボのチン105ポイントもございます。第3位、カクロ、98ポイントもございます。第4位、ミスフィー。94ポイントもございます。第5位絶壁、91ポイントもございます。第6位横浜優勝、いつもより、ね、常連になってきました、90ポイントもございます。第7位、木村ラタクヤ、いずれ89ポイントもございます。やっぱ結構点数低いね、荒れてるね今回の大会。第7位グリーンピース、89ポイントもおめでとうございます。第9位三木猫締めケースケ、はい常連ですね、88ポイント。三木猫もやっぱ荒れてるよ、88ポイントは、はいおめでとうございます。第10位テンツ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 87ポイント、一緒に同部屋でしたね、おめでとうございます。87ポイントつばが詰まった。第12位アバヤン、スゴロクリン、スコグロリン、86ポイントもおめでとうございます。第12位、ゴリゲ、クサクサ、86ポイントおめでとうございます。第12位 0.5 回の、大パン、うん、こんな感じの 0.5 回1回見たらこう半分ぐらい止める 0.5 回の大パン、はい86ポイントおめでとうございます。第、12位春田祖、86ポイントおめでとうございます。第16位夜空85ポイントおめでとうございます。第16位山中ニンニク85ポイントおめでとうございます。第16位浦85ポイントおめでとうございます。第19位徒歩か三重見ため、83ポイントおめでとうございます。第20位さつさ遠作82ポイントということで、非常にね荒れた、100万投げは第28回です。前回と比較すると見てください、まあ、これまあ後からやってる人もいるからさあれなんだけど、まあでも前回よりはるかに荒れてる。前回の90ポイント乗せなきゃランクインできなかったぐらいだったから、前回10点ぐらい低いから相当荒れた。だから許してほしい、正直、正直ごめんなさい。ということで諦めず次回もまた応募してください。調子は良かったの、調子は全然悪くなくてアップもしっかりしたんだけど、ちょっと申し訳ない。ということでまた次回の応募、Twitter のリンク、そして応募リンク、動画あるよ貼ってあります。ぜひね応募のことよろしくお願いします。またね、22時本日もしかしたらねしょぼんやろうと思ったんだけど多分生配信になると思います。よろしくお願いします。またそちらの方でお会いしましょう。Bye!